皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロック250話、この250話で起きそうなことを予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていただく方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の249話ではバスタード対パリエクスジェン全勝対決となる第10戦目がキックオフ。フォワードカイザー国神、ミッドフィルダーグリム潔ネスライチ、ディフェンダーキオラビルケンシュトックメンサーヒよりゴールキーパーグガマル、フォワードシドーリン、ミッドフィルダーシャルル七瀬剣時光カラス、ディフェンダーチャパーヤバンミシュラン、ゴールキーパールノアール。さあ行くぞ。4試合連続となるバスタードボール。試合開始早々からボールの奪い合い、まさにカオス状態となっていました。主の方で確認する限り計5度のボールの奪い合い。今回もカイザーネスコンビ攻め。一番初めにカイザーネスコンビの前に立ちはだかった指導。この指導戦はなんとかカイザーネスコンビの連携で回避するも、ネスからカイザーへのパスに対して相手チームのカラスが対応。これで4試合中4試合と全試合でボール出しされてしまったカイザーネスコンビですが、自チームである国神が対応。国神が即対応したもののルーズボール。このルーズボールに対してライチと剣が対応。どちらの足に当たったのか不明ですが、再びルーズボール。2度目のルーズボール。このボールに対して日和と時光がフィジカル戦をしながら対応しようとしたが、2試合連続のスタメンを勝ち取った七瀬が対応。七瀬としてはダイレクトで自チームの顔であるリンにパスを出すも、このパスに対してバスタードの顔である潔が対応。ボールはフィールドから出てしまうも、パリエクスジェンの攻撃を封じることに成功。このように前回の249話では試合開始早々からボールの奪い合いというカオス状態。つまり250話からはパリエクスジェンのスローイングからになります。ちなみにもし七瀬からリンへのパスが通っていた場合、終盤に登場したキオラが対応。いきなりキオラが活躍していた世界戦。また終盤の内容から指導が前進していたので、キオラとのワンオンワンに接したリンは指導へパスを出し、いきなりこの試合の見どころでもあるリンと指導の化学反応が実現していたりとか。250話のタイトル、ミッチとの攻防。一体250話ではどんな形でこのタイトルを回収するのか。先ほど紹介した249話の内容から250話はパリエクスジェンのスローイングでスタート。パリエクスジェンは今回の第10戦目からマスターであるロキの意向により指導とリンの2トップに変更。またミッドフィルダーはシャルル以外全員ブルーロック組で構築。3次セレクションの内容から指導とリンの相性は最悪。まだ一度も化学反応を起こすことができていません。そんな化学反応を起こすことができていない2名は今回の第10戦目にて初の2トップでの起用。チャミロキとしては海外組であるシャルルを育成するためマスターとして最終セレクションに参加。実際に最終セレクションではシャルルを中心にチームを構築。第7戦目の内容を見る限り、指導とリンタイプの違う選手に対して的確なパスを送り、 K にアシストという活躍。最終セレクションに参加したことで成長しているシャルル。最終セレクション終了後にはワールドベストイレブンに選出されたりして。ということで250話はパリエクスジェンのスローイングでスタートということで、パリエクスジェンミッドビルダーのブルーロック組やシャルルがボールを運んでいき、いきなり指導とリンの化学反応が実現するようなプレーが誕生とか。またバスタードとしても今回の第10戦目から2名のブルーロック組が初スタメンを獲得。キオラ、日和ともにサイドバックを担当。以前投稿した動画でも話しましたが、キオラと日和がスタメンで起用されたことで、ここまで現在バスタードの顔である潔陽一をサポートしていた雪宮と黒菜がベンチスタート。第5戦目の内容から黒菜に関しては日和で代用可能。しかしキオラに関してはそもそも潔の味方につくのか不明。
とえ潔の味方であっても雪宮のような活躍ができるのか不明。そのため潔としても今回の第10戦目は未知、今後チーム潔の攻めていくシーンが描かれるため、その際にはどんな連携で最終ラインまでボールを運びゴールを狙いに行くのか注目。ちなみに249話の最後のページにはブルーロック組、海外組を含めた計6名の選手の顔が掲載。なぜこの6名の顔を掲載したのか、第10戦目の注目選手とか。ファイザーは第5戦目終了後に思いついた潔を倒すための新兵器、第10戦目にて解禁されるため注目。日和は今回の第10戦目にてようやく初のスタメンでの起用。第5戦目では自らのシュートでゴールを狙いに行っていたので、第10戦目でも披露するのか注目。もしゴールを決めた際には年俸額やランキング順位的に代表入り確定、5000万目前でフィニッシュとか。この動画でも紹介しましたが、248話の内容からもしかしたら国神が第10戦目のキーパーソンになるかもしれない。第10戦目にしてついに潔の味方とか、もしくは自身が通算3ゴール目を決め、結局最後まで一匹狼。また指導との絡み、指導としては現在の国神を見てどんなことを思うのか。最終セレクションになってからまだこの2名の絡みは描かれていないので今後に注目。なお2月中の投稿を予定していますが、おそらく1年後に開催されるであろう第5回目年俸ランキング、この第5回目の年俸ランキングにてブルーロック組全選手の最終年俸が決定、また日本代表も決定。そのため日本代表のボーダーラインである20歳までに入る選手を予想しています。リスナー様が思う上位23名、コミュニティの方で募集しているためたくさんのコメントをお待ちしております。第9戦目と第10戦目の結果を踏まえ、潔がまさかの減俸、レオ西岡ファン必見、高額アップ査定、結局投げはダメだった。リスナー様の中で興味深い予想しているため、ぜひコミュニティをチェックしてみてください。以上、今回はブルーロック250話で起きそうなことや今後の展開なども予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。